どうも、ゆずきゆかりです。キズナあかりです。本日はブレインストーミングって大してメリットはないよという話をしていきます。そうなんですか。割といろんな企業で採用されているイメージがありますし、今はオンラインの会議が多いと思いますが、そこでも使われている方法だと思っていました。確かに使われているわ。でもだからといって必ずしも効果があるからではないことが多いのよ。例えば単なる惰性でやっているだけとかね。ああ、確かに言われてみればそうだ。でもそもそもの始まりは誰が言い出したんですかね。始まりは1940年代に広告代理店店長のアレックス・オズボーンが提唱したところからです。数人を一つの部屋やテーブルに集めてから意見を出し合う方法で、いくつかのルールに従い、さまざまなアイディアを無批判に出し合います。またオズボーン曰く、普通の人は一人で考えるよりも集団で考える方が2倍もアイディアが出るというのが元となって作られたようです。確か日本でも3人よれば文字の知恵なんて言われているので、人数が多ければ良いアイデアが思い浮かぶという考えが蔓延する原因にもなってそうですね。でもかなり早い段階でブレインストーミングは効果がないと否定されているわ。例えばケント大学のブライアン・ミューレンは、集団思考の有効性を調べた20種類の実験結果を分析しました。するとほとんどの実験で集団よりも個人の方がアイディアの質も量も高いことが判明しました。また集団思考ではどんなに過激なアイディアでも否定しない、誰の発言も批評しないといった感じで、どんどんアイディアを出していくスタイルが印象的です。ところが心理学者のエドアルド・サラス博士は、800グループの生産性を調べてブレインストーミングについて結論を出しました。その結果はブレインストーミングの大敗でした。ほとんどの人はみんなとアイディアを出し合うよりも個人で考えた方がオリジナリティの高い発想を生み出したのです。そしてブレインストーミングがうまくいかない主な原因も挙げられています。もうどう頑張っても擁護できないみたいですね。これだけの結果が出ていればすぐにでも広まりそうだけど、みんなあんまり気にしてないのかもしれません。ちなみに原因は何ですか。主な原因とされているのは3つです。1つ目が、大半の人は自分の意見を人前で話すのは得意でないこと。2つ目が、どうしてもリーダーや上司の意見に迎合してしまうこと。そして3つ目が、人が多くなると努力しないメンバーが現れることです。なんとなく詳しい説明がなくても心当たりがあるものばかりですね。確かにいざ自由にアイディアを出してもいいよと言われても結構困りますし、あと上司がアイディアを出した後に意見を言うのはかなり勇気がいりますよ。そんで最後が一番共感できました。学校とかでもグループを組んだのに働かない人とかいましたし。そうね、3つの中でも最後に関してはより詳しく説明するわ。なぜ集団で行動すると怠ける人が出てくると思う。例えば自分一人が頑張らなくても他の人がやってくれるからですかね。いいところをついてるわ。ある研究から集団思考、つまりブレインストーミングが良い成績を出すことができない理由に、社会的手抜きと呼ばれる現象を挙げています。社会的手抜きって何ですか。社会的手抜きとは、19世紀にフランスのマックス・リンゲルマンという農業技術者が職人たちをできるだけ効率よく働かせる方法を模索しているときに偶然見つけたものなの。へ、そうなんですね。それで具体的には何をしていたんですか。具体的にはある実験で参加者に綱を使って重い荷物を動かすように頼みました。最初の予想は、集団で作業した方が一人で綱を引くよりも重いものが動かせると考えていました。しかし実際のところ、一人で綱を引いた時に 85kg の重いものが動かせたのに対して、集団で引いた時には一人当たり 65kg の重さしか動かせていないことが分かりました。このような結果になったのは、責任の拡散が原因とされています。例えば一人で作業するときは成功も失敗も自己責任なので、成功すれば手柄は自分のものになり、失敗すれば責任は自分が負うことになります。逆に集団では成功しようと失敗しようと、それは集団の成果に還元されてしまうので、途端に努力するのを止めてしまう。そういう考え方が自然に湧き起こるせいで、集団で作業するときに怠けてしまう人が出てくるのかもしれません。なるほど。つまり
グループで集まった時に怠ける人が出てきてしまうのは、ある意味仕方がないことなのかもしれませんね。迷惑なのは変わりませんが、何か、ブレインストーミングに変わる方法はないですかね？だったら、ブレインライティングなんてどう？ブレインライティングとは、テキサス大学のポール・パウルス博士が提唱した、5つのステップでアイディアを出していく方法です。まずは、解決したい問題や疑問を決めます。次に、問題に対するアイディアを、各自10から15分かけて紙に書きます。そして、書いた紙を隣人と交換します。そしたら、渡された紙に、自分の意見を書いて、また、別の隣人に渡します。最後に、すべての紙を集めて全員で検討しますが、誰のアイディアかは伏せるようにします。これは、ブレインストーミングでやっていることを紙に置き換えているだけですが、人前で話す心配や不安をなくし、従来の集団思考よりも質の高い会議を展開できます。それはいいですね。ただ、今は、オンラインの会議も増えてきましたので、そこいらは、柔軟に対応する必要がありそうですが、とても参考になります。はい、というわけで、今回は、以上で終わりにしたいと思います。よろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。